花尾由郎の音楽魂。こんにちは、加納志郎です。一週間ご無沙汰いたしました。あ、なんかいきなりもうイヤホンが飛んじゃったりなんかしても、慌ただしいね、今朝でしたけどもですね。今日のゲストをね、まず紹介しましょうか。ね。はい、うん、紹介する前に曲行こうとかで全然違うよね、言ってることが。ことぶきのお二人ですね、ナビーさん。はい、こんにちは。こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。吉光さんですね。はい、こんにちは。よろしくお願いします。あのね、もう結構あれですよね、前からもうね、3回目ぐらいになりますでしょうかね。3回目かな、うん、ぐらい。そうそう、うん、久しぶりにね。ねえ、なのに間違えたって。途方もないとこに行ってしまった。ねえ、あれでしょ、結構今日ギリギリになっちゃってね、電車が。そうそう、電車も遅れたし、うん、何でしたっけ、湘南新宿ラインでしたっけ、はい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 、あれの出口がすごい遠いんですね。遠いの、一駅ぐらい歩くんだよね。びっくりして、うん、出口を出た瞬間にここどこだろうみたいな。あ、そう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 、あのね、と思って、駅の中をずっと歩かなきゃいけないんでね。ああ、そうそうそう、大変出なきゃよかったね。そう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 、出ちゃったから、ということでね、早速ちょっと生で今日行きますか。あ、はい。ね、三振素敵ですね、これは。言葉はしなさいよ。音で反応します。何の曲からいきましょうか。今日は男女かりゆしっていう沖縄の、ほう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 、沖縄本島の、はいはいはい、はい、あ、じゃあ、いきましょう。はい、今日はね、新しい旅立ちにふさわしい喜ばしい日だよっていうふうに歌ってる歌を、なるほど、はい、歌いたいと思います、はい。なりますね、いきなりね、あの、あ、そう、ね、泡盛飲みたくなる。うん、なんかね、素敵ですよ ね、 いいね。ここら辺、ここのとこのね、活動ってどういう活動してます？ここのとこ普通に粛々とライブしてますね、はい、ね、ライブも多いし、うん、海外はそんなに行ってないんですか？ね、去年の末にベトナムでやりました。アジアのね、うん、あなた歌姫だから。え、ね、誰も知らないですけど。いや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 、本当にそうだと思いますよ。ね、違うの、全然有名じゃないよ。何でラジオとかなんかいつもやってない。やってないですよ、1回しか出てない。バリ何を話を盛り上げて。でもバリダンスとかね、やられる。あ、そうです、そうです、ね、はい、あれ素敵な、僕はフェイスブックで見ましたけど、すごいね。 ありがとうございます。ものすごい、すごいですね。僕もね、1回だけ行ったことあるんですよ。あ、バリに、うん、あ、そうすね、夏焼けてたらね、物売りが僕来ないんですよね。そうですね。あ、そうですね。ビーチボーイと思われてて。加納さん、ちょっ
っとね、うん、外人っぽいし顔いやあの、ね、なんかあの向こう現地の人みたいな、うん、3日ぐらい行ってねちょっと寂しくなった思いがありますけどもですねそうですね、うん、だからあのなんか信仰深いというかね、うん、あのすごく昔の日本を思い出すような、うん、ちょっと山の方行くとねそうですねそういうところ似てるとこはありますねありますよねなんかね、うんうん、バリダンスも随分長いんですかうん結局15、16年かもうちょっとやってるのかな一回こう長いことやめてたんですけどもう寿が忙しくなって、ええ、なるほどねもう教室も行けないしバリにも行けないからやめちゃってた時もあったんですけど、ええ、その間をはしょって大体15、6年ぐらいやってるんじゃないですかねやっぱりその何があれですかね魅力というか一番の魅力ってどういう一番の魅力は、ね、健康に良かったりするのそんなこともないんじゃないですかね。バリ人でも病気の人いっぱい踊ってても。よくこうそういうのもある。高血圧だとか言ってる人います。糖尿病だとかいっぱいいますけど。うん、そう。決して健康にいいわけではないような気はしますけど。どうなんですかね。自分はなんか音楽にすごい興味があるっていうか。あ、はいはいはい。だから、こう、音と体の動きの一体感みたいなのがすごい自分の課題というか、うんね、ずっと前から。で、だん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 それが分かってきたら、はいはい、どんどん面白くなってきて、うん、あ、こういう音だからこういうふうに動いてんだとか。ああ、そうかそうか。そういうのがなんとなくこう、分かってきて、すごい面白くなってきました、最近。ああ、だから、うん、ステージとかにはね、役立つかもね。その間合いとか、そうでもないの。どうなんですかね。でも前よりすごいなんか体が柔軟に動いてるように見えるっていうのはよくお客さんに言われるようになったから。なるほどね。高橋誠さんです、はい、どうも。あ、どうも。急に。忘れてた、急に。忘れた頃でも忘れて。連日ライブの中でね、はい、人の話聞きながらすごくそっちに行くからね。他人じゃないよ。今日初めてでしょ。ね、今日ねお会いするのは初めて。僕はねもうずいぶん前にあの寿町のあのフリーコンサートで見てて、もう20年ぐらいもっと前かな。いや毎年出てる、ね。毎年出てるね。そうだよね。もう何年ぐらい出てるの？20年ぐらい出てる。今年で21年か。うん、ああ、で初めの頃かもしれないね。でその時にあの例の前を向いて歩こう聞いて、はい、うん、それパクりました。ずっとパクってあれはちょっとすいません。いやでもライブではね、ああいう感じのあのすごくノリでね出せるんだけど、うん、なかなか結構ねいろんな問題あるんですからね。いろんな問題がある。問題がね。松下としみさんでございます。どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや後ろあの出てきてもいいんじゃないのこう前に、うん、いやいやでファックスとかねメールがこう来てるんで後でご紹介しましょうかね。今ご紹介しますか。ちょっと松下さんの方から、はい、はい、行きましょう。ドロドロいろんな音がしますね。すいません、なんかいろいろ、ミキさんからいただきました。はい、田中さん、誠さん、としみさん、山田ディレクター、うん、こんにちは、はい、そして寿のお二人お帰りなさい。あ、お二人お帰りなさい。前のね放送を 見,、うん、あの見ている人が録画してるみたい。あ、そうなんです。 YouTube をね。はい、この間ライブ動画を見ましたが、高田渉さんの歌を歌われてましたね。オイラの個人的な思い出ですが、以前知り合いのパブのオーナーと約束でその人の家に行った時、渉さんが部屋で泥のように眠ってたことがありました。まさに生活の柄の世界でした。ところで最近嫌なことなんですけど、数年前に外国人の友達から言われたことを思い出すことが多くなりました、うん、それは、うん、日本人が親切で優しいのは、うん、仲間内だけだろう、うん、他人には冷たいし、敵対視することもあるってことです。実際公共の駐車場での揉め事とか電車の中でのわけのわからない睨み合いとかね、なんだか今こそ愛や出会いの縁を大切にするべきだなと思っています、うん、みんながそれぞれ身内だと思えばいいのに、優しくなれるのにって書いてますけど、うん、なんか悩んでんじゃないミキさん。いやあのね、いろんなね、これ博多の方なんですよね。あ、そうなんですね、うん、あの今もうあの地方の方とかもね楽しみにしてくれてます、うん、あれからねもう8年、9年目です。ねえ、すごいですね。ねえ。ねえよくやるよね、俺も。俺、偉いと思うよ。あんなこと。ねえ。偉い。自分で自分を褒める作戦。そう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 。素晴らしい。
博多の美希さんですけどもね、あのなんか今日深刻な文章なんでなんかシーッとしちゃうね、うん、あのすごく音楽好きな方がやっぱ博多にいらして、僕実際会ったことあるんですけど、うんうん、あの福岡とか行かれる時にはね結構応援してくれますからね。ああぜひぜひまた、ね、あの行く時は無理やり告知をしにここに道場破りのようにやってきますね。あそうかここで切っちゃいけなかったね、うん、そうそう切り方がおかしかったね、うん、そんな愛や出会いの素晴らしさを歌い続けている寿、うん、さんを応援します。ありがとうございます。めちゃめちゃ重要なところがそこまでつなげなきゃいけないのにね。いやいやちょっとねいつも今日は、前回と違って1時間たっぷり楽しませてください、はい、あ前はね30分番組の時ですね。ああそうでしたね。そうでしたそうでした。時間がねもうすぐ来ちゃってね、うん、今1時間になったんですよね。本当、水曜日のね最初は水曜日木曜日か木曜日やらせてもらってて、最初15分から30分になり、すごい今や1時間ですよ。素晴らしい。でも世界の人がもうスイスの人も聞いてますからね。ね今ねロンドンとかも、ね、どこでも聞けますもん ね。で毎週ねちょっとチャンネルを合わせてくれるんですよ。あそうだからそれ楽しみで動画とかもね楽しみにしてるし、うん、まあ今日もキキさんが撮ってくれて、こういう割とねあのコンパクトなやつなんですけども、うん、それでもやっぱりねあの楽しみにしてる方がね地方とか海外にいらっしゃるんでですね、嬉しい、嬉しいですよ、うん、だからあの本当にねやっててよかったし、うん、皆さんの出会いがね、うん、あの僕は本当宝ですね。うん、生活は全然変わってないですけど、うん、あそうです、ま、そう貧しいよまだ今日はねちょっとインターナショナルでね紹介しましょう。あの一人ね、昨日、アトランタから着きました、あの大山空手の USA 大山チームのですね師範、あのまさか今日ねいらっしゃるとは僕はびっくりしましたけどもですね、うん、高橋さんですね。お邪魔します。高橋です。どうもどうも、ストーム高橋さんですね。素人になってきてすいませんいやいやいや、もう高橋さんもう格闘家なんだけども音楽好きで、で実は明日ね僕ちょっと投げ銭ライブみたいな立ち飲み屋さんで横浜野毛でやるんですけど、うん、だからそれにね来てくれるんですわざわざアトランタからそのためにだからそれにいやそのために来ました。そのためにだからそれ と、 あともう一人格闘家がねいて USA のチームで、今度はねあのアトランタからツトムさんが見えて、サンフランシスコからも今日見えるんですよ。あのそうそう野毛のためにそうそう来日を、あの、うん、高橋さんじゃない斉藤さん、斉藤師範来て、うん、もう格闘家だらけの立ち飲み屋だよみたいな前になっちゃうんじゃないかそんな今回はあれですか、はい、その横浜の試合ですよね。そうですそうです、もう嘘ばっかり俺言ってるからね横浜文化大館文体です、はい、あ明日ですかね。いや明後日です。明後日ですか、はい、明後日のまあそれの審判として見えたんですよね。そうですね、はい、僕らはもうね戦えないんでこの頃あれですからもう。いえいえいえ、でもあのハリウッド映画この間もね、はい、あのあれもう封切りされました。封切りまだできないですね、ま、やっぱりね、まあの配給会社さんを今探してると思うので、あれ配給ってなかなか してもらえないですよねやっぱりね、うん、主役がねあの千葉真一さんの息子さんで真剣佑君っていうのが主役で、うん、空手家の日本人がの物語なんだけど、そのアメリカに行ってチャンピオンになるというね、うん、物語がハリウッド映画でできたんですよ、うん、それにも出演されてて、審判役ですけどね、うん、そのあのそのということでね、頑張っていただけ、はい、わざわざありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということですね、小豊さん、さておきね、脈々がね、もうその流れるままですからね、もう全然打ち合わせもなくて、ね、リクエストが、はい、リクエスト、小豊のお二人、はい、もう愛しかない、生きることか関わること、はい、うん、だけど、何でも OK。もう愛しかないっていう曲がありますよね。はいはい、それと生きること、生きること関わることっていう曲がある、はい。それは両方やった方がいいんですか？いやあのもうお好きでも何でも OK だそうですけどね。何でも OK だそうです。まあ都合のいい曲でいい。え
モーアイやりますか。じゃあモーアイを、はい、はい、モーアイ行きますか、はい、モーアイしかないよ、あ、それモーアイって言うんだそうそう略して、それ略してね、略していいね、俺もちょっと略してことぶきも時々ね、KTBK って言ってますからことぶき、ほんとKTBK いいね、これもコーラスとか入りますかね、コーラス、うん、あ、はい、大丈夫、大丈夫ですか、入れないです、はい、じゃあこれ何ですか、うん、そう、夢のセッション、夢のセッション、これこれキー分かる、コードキーは、うん、分かると思います、分かると思います、高橋さんならもういきなりスタジオで駆けつけて、もうそのまま話もなくここで握手して始めてるからね、それが音楽のすごいと思うね、よろしいですか、はい、どうぞ、え、いいですか、はい、じゃあ行きます、はい、私はもう愛しかない、ことぶきのお二人が歌いましたね、素晴らしい、もう愛、もう愛って言いますね、もう愛しかないっていうね、ことでしたけどもですね、今後の予定とかってお二人の予定は、まあ、今後の予定は明日、明日明日新宿、どこどこどこ、新宿、明日新宿ですね、新宿なんていうところで、私はアールズアートコートっていう、あ、それ聞いたことある、よしこちゃんとかやってたね、そうです、そうです、吉田よしこちゃんとか、そうです、はいはい、今日はゲストでね、吉田さん、え、そうなの、うん、あ、よろしくお伝えします俺たち同い年だもん、同い年だ、あ、そうなんですか、そう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 、あの、よしこちゃんと僕とまこちゃん、あ、そうなんですか、ね、そう、もう62ですよ、え、誰が俺見えないすごい一番アンチエイジングな感じです私の知り合いの中で、そうそうそう、そういう感じですよね、
あ、そう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 。で、よしこちゃんもよくね来てくれてて、ね、あ、そうですか。うん、一回よしこさんとか誰だっけ、丸山恵子さんとか、あの辺のエレックレコードの頃の人たちを集めて、うん、ライブをやったりしたんですよ。あ、そうなんですか。音楽魂のボリューム2で、2っていう、まあ1、2、まあ今度3なんですけども、それもちょっとライブをねやろうと思ってて、そういうのを始めてるんですよ。あ、そうなんですね。そうそう、今度やりましょうよ。うちたち関係ないけど大丈夫ですか。何、じゃあラジオ出てる人、あ、ラジオ出てる人って、ね、あ、そうか、エレックレコードの人。違う、うちたち出てくれないけどそんなこと言うと誰もエレックレコードばっかりなのに限られてんだからもうそんなごめんなさい、一生話が見えなくなっちゃう。いやいや、エレックレコード、まあ、たまたまその時はね、エレックレコードの人たちなんだけども、うん、音楽魂としてそのラジオで出会った人がね、うん、を集めてラジオ。ああ、いいですね。いいでしょ、うん、それやりたかったんだよね。ぜひぜひ。で、最近ね、少しずつそれを実現してきましてですね。うん、あ、そうなんですか。そうなんですよ。だから、ちょっとこう、広いお店、汐留にブルームードってあるんですけども、そこでね、お料理も美味しいとこでね、ちょっとやらせてもらってですね。ぜひ今度。はい、お願いします。やりましょうよ。ぜひぜひ。ねえ。で、その、アールズアートコートの時間、何時だったかな自分たちが5時転出した。明日だよね。たくさんの人たち出るから。明日は、井上智康くんっていう、はいはい、私たちとほぼ同年代かな。同い年ぐらいの、あの彼がずっとアコースティックボイスっていうイベントをやっていて、あ、そうもう20年近くやってないね、それも。で、明日は、私たちが初めてそれに出させてもらうんですけど、うんうん、命輝く歌人たちっていうテーマで、なんかこう命のことをこう歌い継いでる人たちを中心に出そうっていう企画で。なるほどね、はい。私たちは5時からだっていうことしか覚えてないです。あ、そうかそうか、はい、5時、5時に出て。アコースティックボイスで調べていただければ大丈夫だと思います。なるほどね、はい、あれ新宿でしたね。新宿アールズアートコート。そうですね。新大久保。新大久保。新大久保。はいはいはい、はい。うん、ああ、そうです。それのゲストに吉田さん。そうです、そうです。うん。おお、なるほどね。楽しみですね、じゃあね。ねえ。この後、その後っていうのはどういう感じで？その後、ぼちぼちあって、大きいのが、11月19日。そう、11月19日に沖縄ナイトっていうのをサムズアップでやります。あ、沖縄ナイト、はい、横浜のサムズアップでみんな集まるの？そうです、そうです。へえ。それはもう年に一度のお楽しみなんで。そう、沖縄の人じゃないとダメなんでしょ？それはね、まあ、一応沖縄系ミュージシャンが集まってるんですけど、うん、シャイさんっていう、はいはい、私たちのもう大先輩ですけど、はい、シャイさん、首里の人ですけど、沖縄の。うん、シャイさんと、あとジョニー・ギノワンさんっていう人と、あと今年はゲストが、ヨロン兄弟っていう、ヨロン出身の、川端、あ、違う、ヨロン兄弟じゃない、川端兄弟だ。間違えた。間違えた。ヨロンブラッドっていうアルバムも出してたから。アルバム名ね。アルバム名がヨロンブラッドだよね。うん、で、ね、川端兄弟っていう、へ、はい、兄弟二人でやってるユニットが、それが11月の19日に、はい、サムズアップでやりますけど、はい、あ、それも楽しみですね。うん、で、サムズアップはね、野毛の沖縄料理屋さんのところに毎年修行に出て、その日サムズアップっていう名前じゃなくて、沖縄ナイトの時だけはシュレイ食堂っていう別の店になるんですよ。それで、沖縄料理をメインに出すんです、その日。本当。うん。で、毎年毎年やっぱすごく上手くなって上手になってる。へえ、うん、そうなんだ。うん、へえ、そう、料理も楽しみ。ね、うん、まあね、なるほどね。横浜が沖縄になるという、ね。そうそうそう。ね。ああ、それも素敵なことですけどもですね。うん、ファックスなんかメールファックス来てますか。加納さんにもリクエスト。マイク使いましょうね。はいはい。うん、はい。ちごめんなさい。家で遊びに来てんじゃないんだからさ。そう、金尾さん。はい。道だけど何でも OK。道、はい。誠さん。はい。ノーベル賞受賞記念に記念でね。ボブ・ディランの昨日ヘブンデイズ。ドアーズ。ドアーズ、うん。だけど何でも OK。はい、だけど何でも OK。で、PS。現在全く先の見えない厳しい状況にあるオイラは、うん、沖縄の人々のパワーを見習って、うん、石岩灯の文字でも家の外に貼りたいくらいです。石岩灯って何ですかね。石岩灯、簡単に言うと魔除け、魔除け、ね、魔除け、うん、石岩灯って文字書けばいいんです。うん、へえ、うん、やっぱり悩んでたな、ミキさん。すいませんね、変なところで止めてごめんなさい、ありがとうございました。まあ、いろいろでもね、悩まれてる方
とかね、いろんな方がこのラジオをね、聞いてくださるっていうのはありがたいことだと思いますよね。うん、で、やっぱなんか、その、元気になる、なるようなね、もう今のことぶきの歌にしても、うん、やっぱりみんなこう、なんとか愛がね、メインのテーマじゃないですか。うん、それで元気づけられて聴いてる人がね、うん、パワーをいただくっていうね、うん、ことのなんか役に立てばと、お役に立てばっていうことでね、思っておりますけどもですね、博多のミキさんありがとうございました。ありがとうございます。ね、寿のお二人、まこちゃんなんかやる？やるってあのいきなりあのノッキングオンやろうか。ノッキングオンはね、いいよ、歌詞適当で。歌詞が一番重要だ。あ、重要か。いやでもね、あのボブディランね、本当に ね、あの僕らの世代ではやっぱりすごく嬉しいことですよね。そうだね。ノーベル賞ってなかなかないじゃないですか、そういう、ね、文学賞ですからね。そうですね。で、ああいう歌詞でね。ノーベル賞もらった人ってあんまりないよ ね、ね。松下さんあたりどうですか、ボブ・ディランに関して。急に振られて、はい、私は、ね、初めてですよね。吉田拓郎さんのファンだったんですよ、はい、誰？吉田拓郎さん。あ、高校の時かな、中学生か。おうほうほう。でそれから、うん、拓郎さんは好きで、拓郎さんがボブ・ディランにハマってたでしょ、影響されたとか。そこからボブ・ディランを知ったって。あ、そういう方もいらっしゃいますよね。まあ、現在75歳でしょ、だから年代的に言うと、うん、かなさんたちがちょうど青春時代の。そうそうそう、僕らはね、拓郎さんに前にね、ボブ・ディランとかそういう風なねことを聞いてましたけども、ナビさんあたりはどうですか、ボブ・ディラン。いや私ね、全然知らなかった。知らないんですよね。ってか本当あんまりアメリカの音楽の影響を受けてないんですよ、自身が。なるほどね、うん、でも最近になって、うん、ニール・ヤングとかボブ・ディランとかを聞くことがあって、うんうんうん、やっぱりすごい心は揺さぶられるなと思いましたね、うん、なんで今まで聞かなかったんだろうと思いましたけど、うんうん、だからいろんな世代の方がね、まだボブ・ディランをあまり聞いてらっしゃらない若い世代の方とかも、うん、やっぱり今回のことでね、そうですね、もう一度ね、その歌詞とかにしてもね、うん、もう一回見直されるっていう部分ではね、うんうんうん、すごくいいとはね、いいことだと思いますよね。そういう歌の歌詞でね、そういう風になれるっていうことは、でもね、すごいことで、うん、ここに来てくれたね、中川五郎さんがボブ・ディランの英訳を全部訳してるのよ。そうですよね。中川五郎さんすごいよね、すごくなるよね。めちゃめちゃ小さい声で言ってるけど全部マイクが拾ってますよ。どういうこと？これね、ラジオってひそひそ話できるのよ。いやいやいや、みんな聞いてますよ。聞いてるよ。中川五郎さん、ボブ・ディランの新しいボックスセットが出たのよ。おお。今度。そうすると薬師の中川さん。いや、それはどういうこと？素晴らしいなと思う。いや、まあ、いずれにしてもみんなね、喜ばしいことじゃないかなと思いますけど、そんな笑わなくてもいいじゃん。いやいや、こそこそ言っても全部入ってんだけどな、マイクに。じゃあ、マコさんなんか行きますか、一緒になんか。じゃあ、これ、ボブ・ディランなんですけど、うん、のき女じゃなくて、うん、あ、ほんと？なぎらさん、なぎら健一さんが、訳詞をした、うん、アイシャル・ビー・リー・リーズ。どうでしょう。あ、アイシャル・ビー・リー・リーズと。あ、それ行きますか。これちょっと狭いね。あのね、場所がね、ものすごくね、ラジオ聞いてる人たち、これでいいですか。そう。こんな感じ。アイシャル・ビー・リー・リーズ行きますか。あ、これ。なんてきっとないさ、君の世界なんておかしいよ。でも俺もこんなに枯れた昔の友がいるんだ。 I see my light come shiningFrom the western to the east, any day now, any day now, I
Fast。 やつは楽な方を取るさ、誰とでも手をつなぎながら、でも俺は俺さ、思い通りに歌うんだ。 I see my light come shining from the western to the east. Any day now, any day now, I shall be revealed.男らしいって知ってるかい？ピエロや臆病者のことさ。でも俺には聞こえるさ、奴らの泣く声が。I see my light.おめでとう、ボブ・ディラン。イエイ、ありがとう。高橋誠さんが歌いました「I shall be released」ね、ボブ・ディランですけどもね、またほらつぶやく声を、ね、感じてさ「おめでとうボブ・ディラン」これがまた女泣かせてね、もう歯がいい歯がいい素敵なね感じになりましたけども、こうやってあの生放送の中で何ていうかな、こう一体感がこう出てくるっていうのが素敵ですよね、うん、これなんかね打ち合わせもなく本当です ねノーリハーサルですね、こういうね感じでね、ずっと何年もやってきたんですよね俺。素晴らしい、もうほんとした失敗ばっかりの繰り返しだからね、いやいやいや恥かくことがねなんかね怖くないのよ。それでも素晴らしいことですよ、ね、恥かきたくないじゃん普通、うんうん、なんかこうかっこ悪いところを見せたくないんだけど、うんうんうん、もう最近何もないね、そう神ですよもう神になっちゃったね、今日はね今日は寿のね、ナビさん、ナビーさんですね、ナビーです、ナビーさん、はい、ナビーさんとね吉光さん、うん、ね、吉光さんはなかなかちょ割とシャイな感じの方ですけども、いつもね、うん、写真撮ると絶対変顔するんだよね、そうそうなんでこんないい男なのにさ変顔するの絶対ね30年あれですか、後の写真が楽しみだ、ね、いやいやいやでもねこれでね本当に3回目になりますけどもですね、まあ、スタジオに見えるのはお久しぶりということですよね、うん、自分間が空いてたね2年ぐらい、そう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 、きっと、うん、2年ぐらいは空いてましたけどね、うん、でも変わらずね、もう
あのひょうひょうとあなたたちは生きてます、ね、ひょうひょうと生きてますね。ねえ、うん、素晴らしいと思いますけども、バンドとこの2人のデュオっていうのはどういう割合、今2人の方が多いですか、うん、バンドはなかなかできないね。ほとんどやってないね、うん、今年は1回もできてないですね、うん、ああそうですか、うん、バンドのスタイルの時僕ほら何度か寿司屋でね、うんうん、あの僕も結構7年ぐらい出てたんでね。そうですよね、うん、ちょこっとやってて、その時に初めてねお会いして、うん、寿司町が出会いですもんね。そう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 、うん、あの近くの俺住んでたから。あ、そうですか。今は、そうそうそう、今はちょっと言えない。言えない、なんで人に言えないこともある俺は。あ、そうなんですか。いろんなブルースがあるんですよ。あ、そうなんですか。今東京。あ、東京ですか。もうラジオで全部しゃべったらさ、もうどうしようみたいなね、もうパンツ脱がされるみたいな感じになるからね。あ、失礼しました。着るもんなんから。いや住んでる場所が言えないとは思わなかったまあいろいろねありましてですね、だからあの当時はね、だから懐かしいよね、寿司町、あの坂道ずっと登ったところに住んでたから僕。どの坂道ですかほら寿司町がずっとあの上の米軍住宅の方、はい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 、あの辺に住んでた。あ、そうなんですか。そう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 、だからあそこは通り道だったんですよね、うん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 、だからあの普段からね、うん、結構ちょろちょろ行ってたりなんかして、うん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 、まあいろんな、でも寿司はその時にあの夏だけじゃなくてね、うん、冬のほら、あ、そうですね、はい、もうやってますね、教室みたいなところでね、うん、それもやってます、ね、うん、今でもやってる。今年もやりましたね、はい、あ、そうですか。あれは冬に1回だけ、だいたい年明けだよね、うんうん、年それは一般の人はそんなに来ないでしょ。あれはね、一般の人には公開してないんですよね。してないでしょ、うん、もう地元の人のためだけにやるっていう。僕ね、そういうのが好きなのよね。うん、それが僕はなんかね、こう本当のなんか感じがするんですよね最近。あ、そうですか。うん、あんまりこうそのバーって公開するっていうんじゃなくて、うん、その地元とかその町の人のね、うん、あのための歌というかね、うん、あのその方がねやっぱりちょっとあの地味だけども、うん、やっぱこうなんかね地に足がついてるっていうイメージをしますよね。そうですね、初めて寿司町 その夏祭りに出た頃は、うん、だいたい町の人と外から見に来た人が半々ぐらいだったじゃないですか。そう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 、で割とねおじちゃんたちもこう前の方にいたりとかしてたのが、そうそうしたんだね、だん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 ね、おじさんたちはもう遠くの方から見てて、そうそう、外の人が、まあ、ほとんど割と東京方面から来た人がほとんどになっちゃったんで ね、なっちゃってて、うん、なんかここで歌う意味がなんかちょっと分かんないなって思い始めた時があって、うん、それも思ったの俺ね、え、ああ思いますよね、別に悪いくはないんだけど、うん、全然そんなことはないんだけども、うん、やっぱり僕もほら住んで地元だったし、うん、その中区に住んでたっていうのもあってね、うん、やっぱりそういう部分でこうなんていうかな、その街がある意味っていうか、そのコンサートがある意味みたいなのがね、うんうんうん、ちょっとあった時はあったんですけど、うん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 、ただ今は今でね、いろんな広がりがねできていいのかなとは思いますけども、うん、そうですね、まあ一時私もすごいなんか排外主義じゃないですけど、おじさんたちのためにやりたいんだからみたいな、あ、そうそうそう、お前ら後ろ行けみたいな、すごいめちゃめちゃ意地悪だった時とかあったんですけど、別にね楽しんでもらうのに、うん、まあね、住んでるから住んでないからとか関係ないよねとか思って、まあそうだね、うん、それで実行委員の人に、うん、まあ自分は今こんな風に思っていて、うんうん、住んでる人、おじさんおばさんとか、うん、住んでる人たちに聞いてほしいって思いがやっぱりすごい強いんだけど、どうしたらいいかなって相談したら、うん、じゃあ冬やりますかっていう話になって、うん、そうだよね、それで冬に行くことになったんですよね、うんうん、それは素晴らしいことだと思いますよね、うん、そこでなんかね本領というか本来のね、うん、そういう部分っていうのは出せるじゃないですか、ね、そうですね、うん、で実際やっぱね冬厳しいんですよね、うん、街の雰囲気とか も、うん、もう仕事もないし、そうだよね、でやっぱ冬はね亡くなる方もすごいいっぱいいるから、投資とかね、うん、あるからねやっぱねきついんですよね街の雰囲気とかもね、うん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 、だからなんかさ何曲か歌っても結構みんなピキーンみたいにこう凍ったような空気がすごい流れるけど、うんうん、やっぱり何曲か歌い続けるとだん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 みんなこうほぐれてきて、うん、ああ今日は楽しかったなみたいになるから行ってよかったなっていつも思うんですけど、うんうん、そういうのはねもう本当に前から思ってたんだけど素敵だなとか思ってね、うんうん、普通の人はほら夏祭りしか
あんまり知らないじゃないですか。だから僕もね、見に行ったこともあるしね、冬のね、ああそう、そうそうそう、そうですね、そうそう、はいはいはい、うん、だからすごくね、いいなとか思って思いましたもんですね、こういうことぶきのお二人ですけどもですね、もう一回なんか行きましょうよ、時間があるし、もう一曲、うん、俺はもう今日歌わなくていい。リクエストあったっけ？リクエストがありましたね。さっきの道、道、生きること、関わること。ああ、でもせっかくかなおさんの道やった方がいいんじゃないですか？道はもう僕毎週歌ってるから毎週歌わないけどゲスト中心ですからまず僕はね最後にちょこっと歌うかもしれない、だからちょこっとだったら僕の歌だったらカットできるからゲストの方の歌をカットするっていうわけいかないでしょもうこれはもうできるだけゲストの方をこうねありがとうございます、歌っていただきます、ありがとうございます、はい、何か歌えますか、じゃあどうしますか、生きることやりますか、あそうですか、 KTBK30 かと思ったけどやめますか、わかりました、 KTBK30 、ね、去年が結成30年だったんですよ、ことぶきが、本当、それで結成記念30周年記念温度っていうのを作ってるので、それのタイトルが KTBK30 なんですけど、そうなんの、そうなんですけど、それはそれ YouTube でそれ YouTube で見てください本当、はい、それ面白そうだね、それみんな聞きたいんじゃない、それ知らないんじゃないの、ね、それどんな歌、ことぶき、ことぶき30年って言ったんです、でも真面目にリクエストができることがある、はい、真面目にやるの、はい、じゃあ行きますか、はい、はい、いいですか、何も言わなくて大丈夫ですよじゃあ行きます、はい、
本さんのギター素晴らしい。ことで、うん、素晴らしいよね。素敵です、ありがとうございます。本当にこれがね、天才少年だった頃、天才少年だった頃まこっちゃんが、いやこの間先週ね聞いたけど18歳ぐらいでレコーディングしてるね、マギー・メイさんっていう人が昔いて、うんうん、で、まこっちゃんはその18歳ぐらいであのギター弾いてたのよね。へー。その CD がまたね、再発されて、はい、あの、そういう聞いたんですけど、もうその頃から泣きのギター弾いてたからね。18歳で。すごい。精神年齢はもう50ぐらい。50歳ぐらい。でも若い頃って結構ね、あの大人見たりしてたから、ね、きっとあの僕もそうだったけどね。でも結構ずっとそれで、ね、止めてる感じですよね、まこちゃん。止めてる感じです。止めてるって失礼なこと。まあ、いや違う違う。いや違う違う。あの若さがよ、若さが保ってる。ごめん、止めてるとか言っちゃった。日本語は難しい。難しいですね。若さ保ってるっていうね、まあ、まあ意識的にもやってることもほとんど変わってないですからね、その頃と。ね、奥様素晴らしい。こうやってもう初めてやってもね、その世界にスーッと入り込めるというね。うねえ、すごい素敵でした、ね。ありがとうございます。お二人が素敵だから。イエーイイエーイ。褒め合う。褒め合うことがいいよね。褒め殺し作戦で。じゃあ俺どうしようかな、うん、不良中年の勧めやろうかな。え、何不良中年、中年、うん、不良中年の勧めって、もうちょっとせっかく愛の歌の中でね、あの不良中年の勧めなんて言ったらもう怒られるかもしれないけどね。先輩ついていきます。いや、あの77温度と言いますけどね、あの高度がありますでしょうか、まこさん。あるよ。あ、じゃあ、いきますか。不良中年の勧めで、じゃあ最後ね、あのコーラスもよろしく、松下さん、はい、あの後ろで休んでないでよろしくお願いいたします。松下さん仕事してますよ。あ、仕事してた。、はい、あ、じゃあコーラスこれ大丈夫です。大丈夫、俺一本でいいよ。あ、そうか、松下さん、じゃあこれで。いや、あ、大丈夫、あ、大丈夫、ギターこれ、あ、いいな。あ、そう、ギターこれ、うん、え、これギター、はい、うん、これあのね、ラジオ聞いてる人はね、これギター、これギターとかね、やってる、何言ってんのか分かんないですよね。マイクをね、スタジオ4本しかないですね。これがこう譲り合いながらね、やるっていうのは気になった方は動画をチェックって感じですね。そうですね、あのどれのギターだったか、そう、おそらくね、今日明日中に動画上がります。あ、そうなんですね、分かりました。で、再放送もね、オンエアの音源でね、またあの別に上げてますんで、すごいですね、あのオンエアの音源がそこで、あ、それはダメですね。うん、うん、それダメです。言っちゃダメです。ということでですね、今の皆さん脳内から消しましょう。はい、まあこういう不良中年ですとか、もう本当に失敗の繰り返しでですね、あの不良中年の勧めで今日はお別れいたしましょう。はい、いきますよ。いいですか。あ、ワン、ツー、スリー、フォー。
ということで騒ぎすぎましたねみたいな。楽しいねひとときでしたけどもですね、本日のゲスト、ことぶきの二人、ナビーさんありがとうございます、ありがとうございます、吉光さんありがとうございます、高橋誠さんありがとうございます、松下俊美さんお疲れ様でございました。それで動画のキキさんありがとう、で今日はね、高橋誠さんありがとうございました、頑張ってください、文化大会明日明後日ですね、はい、ということでですね、今日も楽しいひととき、いかがでしたでしょうか。また来週お会いいたしましょう。お相手は金田一郎でした。 See you next time。 後ろ姿優しいあの人は今はない、無口の山に見る A widow inside my hometown、 季節は祭りがある、懐かしき友がいる、忘れかけてた想いが体に染み渡る、熱き心が好きさ